今日の舞台はイタリア・ミラノに位置するサンシーロ。晴天に恵まれ最高のピッチコンディションでの試合となりました。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田で活躍された福西崇史さんをお迎えしています。見応えのある試合になりそうですね。今シーズン3試合を消化し、チームはこれ以上望めないほどの成績を収めています。このままなら優勝も可能でしょうね。しかしライバルも黙っていないので油断はできません。今日の試合も含め確実に勝ち点を積み上げていくことが優勝につながります。このパスは読んでいました。タックルでボールを外に出しスローインになりました。パスが通りません。サイドからの攻撃を狙います。キーパー止めましたがまだインプレー。ナイスシュート、ゴール決まった。まさに交代した直後のゴール、いきなり監督の采配が当たりました。これは嬉しいでしょうね。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。見事なタックルです。ボールをサイドへ展開します。素晴らしいボールだ。このシュートは入りません。同点に追いつく絶好のチャンスでしたね。まだ時間はありますが、これ以上のチャンスがあるかどうかは分かりません。サイドへパスを出します。マイナスのクロスを入れた。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ワイナルドボールはミドルサードからアタッキングサードへ。入った。ボールは無情にも自陣のゴールへ。これは悔しい。見事なパスカットです。華麗な個人技。ディフェンスは止まりませんね。クリーンなタックル、ボールを奪いました。相手に当たってコーナーキックになりました。コーナーからエリア内へ。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。このパスは読んでいました。前線の選手が下がってボールを受けます。ディフェンダーがここで食い止める。ヤング、デヨング。さあスタジアムのテンションが上がります。ディフェンダーがうまく読んでいました。サイドへパス、横に展開してきます。ワイナルドゥム、サポートを使うか。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。味方を走らせます。これはオフサイドです。
チャンスでしたが飛び出しが早すぎましたね。アタッキングサードでボールを回していきます。このパスは読んでいました。カウンターのチャンスです。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。このボールはしっかり止めました。データを見ればチャンスを生み出せていないことが分かります。勝利の期待に応えるためにももう少し積極的に攻めるべきですね。ここはしっかりクリアしました。コーナーキック、勝ち越しを狙います。ボールはエリアへ。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。果敢に仕掛けてボールを奪いました。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。間を置かず再開します。ディフェンダーのインターセプト。サイドからの攻撃を狙います。中の選手にクロスを入れた。前に押し出します。いい形でゴール前まで持ってきました。ディフェンスの前に出た。相手が寄せてきました。中央にクロス。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。同点で迎えましたハーフタイム。福西さん、オウンゴールは悔やまれますね。まあ狙ったわけではないですし、これは気にしちゃいけません。切り替えが大事です。ここサンシーロでは後半が始まりました。まだ席に戻っていないファンもいるようですね。じっくりと出しどころを探しています。このボールはクリア。いいクリアでしたがさらに拾われます。デヨング、ここはフリーキックになります。ワイナルドゥム、何を狙うのか。チャンスにできるか。ブロックした選手はシュートコースを、このボールはキーパーが抑えましたね。ボールをサイドへ振りました。さあ上げたい。この動きにスタジアムが沸きます。シュートはポストへ。
決まったかと思いましたが、ボールは枠。結局キーパーがボールを確保しています。このゴールは決めたかったでしょう。デヨンク、ワイナルドゥム、ナイスディフェンスです。パスが通りません。ヤング、このファールにはフリーキックが与えられます。あっとリスタートです。中にスペースがあります。ボールは相手に渡りました。よく見てボールをつなぎました。クロスはブロックされます。狙える位置です。いいボールでしたが、ここはクリア。ここでコーナーキックです。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょうか。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。チャンス来た。どう出てくるか。素早い攻撃から素晴らしいゴールです。相手は常にカウンターを警戒しておくべきでしたね。うまく引き込まれてしまいました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。そしてこの狙いすましたミドルシュート、いいコースに決まりましたね。スローインからゲームは再開です。ヤング、デヨンク、ワイナルドゥム、仕掛けてくるのか。いいパスが通った。ここはディフェンダーが読んでいました。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。まずはパスを回して隙を狙います。あっとすぐにボールを取られました。ワイナルドゥム、流しています。プレーオンです。ヤング、カウンターのチャンスが巡ってきた。相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。素早く攻めに切り替え、ゴールを決めました。相手が攻め込んできたのを見計らったカウンターが見事でしたね。素晴らしいプレーでした。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。そしてこのフィニッシュ、キーパーの位置を見てニアサイドを狙ってきました。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。抜いた。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。この選手が視点となってパスを回しています。味方の位置を確認する。コーナーキックの判定です。コーナーからエリア内へ、ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが、落としきれませんでしたね。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ボールをクリアします。クリアですが、ここは味方につながりません。相手に奪われます。
圧力をかけられます。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス、かろうじて防ぎましたがピンチは続きます。素晴らしいパス、素晴らしい反応でキーパーが試合終了です。ホームチームが勝利を収めました。素早く攻めに切り替えゴールを決めました。相手が攻め込んできたのを見計らったカウンターが見事でしたね。素晴らしいプレーでした。チャンス来た。どう出てくるか。素早い攻撃から素晴らしいゴールです。相手は常にカウンターを警戒して